どうも、得意技はヒールホールド、チェリー大作戦の鎌田キテレツです。よろしくお願いします。今日はですね、万劇メンバー愛用品紹介ということで、僕がお家で過ごしている時に愛用しているものを紹介したいと思います。はい、ということで、鎌田キテレツが家にいる時に愛用しているものはこちらです。ドン、オルフェーブルのぬいぐるみでございまーす。私、競馬が大好きでして、まあ、個人的にもですね、競馬の予想の YouTube チャンネルをやらせてもらうぐらい、競馬、まあ、そしてこのお馬さんが大好きなんですけども、まあ、その中でもですね、大好きな馬がこの、オルフェーブルという馬でして、その馬のぬいぐるみを普段からこう、可愛がったり、キュッと抱きしめて寝たりしております。はい。まあ、このオルフェーブルという馬ですね。この馬はもう、とてつもなく強い馬で、競馬界の三冠レースを全部、この子は優勝した馬です。お笑い界で言った、だから、M1、キングオブコント、R1、全部優勝したみたいなことぐらいすごいことをやってのけたお馬さんなんですね。可愛いですね。はい。で、このぬいぐるみを手に入れた経緯としましてはですね、マユリカの中谷さんと二人でゲームセンターに行く機会がありまして、その時にですね、この子が景品としていたんですね。UFO キャッチャーの景品として。で、わ、オルフェーブルやってなって僕は。中谷さんは何がやってなって、僕このオルフェーブルっていう馬大好きなんですって言って、え、お前このぬいぐるみ欲しいかって言われて、いや、欲しいです、僕大好きな馬なんで。ほんまに欲しいか、結構サイズ大きいぞ、家にあってしんどないんか、いや、しんどいなんてことは全くございません、欲しいですと言ったら、もうわかったと言って、もう中谷さん両替機のとこを走って行って、お札を何枚も何枚も両替してですね、この子を取ってくださいましたので、もう大切にしないわけにはいかないというぬいぐるみでございます。はい、ということで今日はですね、このここにもあります通り、オルフェーブルが優勝したレースの一つであります宝塚記念、このレースを優勝した本人オルフェと一緒に見ていきたいと思います。スタート大事よ。よし、いいスタート切りましたよ。いいスタート、順調順調。オルフェーブルはすごく気性が荒いので、ここで落ち着けてるかが大事。ジョッキーの池添さんも優しく乗ってくれてます。中段のいい位置取りました。かっこいいね。でもやっぱり君は筋肉がムキムキじゃないの。いや、でもこの年の宝塚記念はすごいメンバーだったね。よく勝ったね、この中で。さあさあ、最初のコーナー回って、後ろから5、6頭目がオルフェーブルですかね。ビートブラック、天皇賞春の勝ち馬、エイシンフラッシュ、これ天皇賞秋とかも勝ってますよ。いや、ウィンバリアシオンとかも強い馬。すごい豪華メンバーの中で頑張ったね。さあ、中段です、中段。この年はね、早かったんですよ。1000メートル通過が58秒ちょっととかで、この猫パンチという馬がね、大逃げを打って、そう、ペース早いからまだ我慢よ。おー、もう3コーナー、4コーナーの間で、猫パンチは失速して、さあ4コーナー回ってきて、オルフェーブルはまだ後ろから7投目ぐらいか。さあ直線向いてこっから仕掛けろ。おし、よし、上がってきた。2番手、さあ、させ、はい、もう先頭です。よしよし、このまま。よし、よし、頑張れ。頑張れ、勝ちましたー。それ勝つのは分かってたんやけど、分かってたけどすごいな、やっぱりな。ということでですね、皆さんもよかったら YouTube とかにもありますんで、オルフェーブルの宝塚記念ぜひ一度見ていただいて、かっこいいなと思ったらすぐゲームセンターに駆け込んでですね、この子をゲットして一緒にこう抱いて寝てあげてください。はい、ということで僕の愛用品紹介は以上となります。それでは皆さん、おつかまった。
11番ですね。うん、いいスタート、順調順調。オルフェーブルはすごく気性が荒いので、ここで落ち着けてるかが大事。